公開検証会思ってて、最終的に取り扱うとか取り扱わないかっていうのをこの動画で決められる、今日決めるそうですね。あ、話が早いあ、なんかあれですね、なんか、うん、歯が2個ある感じはあんましないです。あ、なるほどですね。歯が2個ある感じをそもそも知らないんですけどはい、皆さんこんにちは、クラスのヨゾです。クラスのナローです。モメンタムグラインダーモメンタムグラインダーというわけで、はい、今日はちょっといつもと趣旨が違うというか、そうっすね、いつもは器具で取り扱っているものを動画紹介させていただいてるんですけど、今回はまだ取り扱っていないもの、うん、でいろいろ世界中でクラウドファンディングやってるけれども、うん、そういったものにちょっと先行投資して、そうですね、手出しますね、そう手出して、はい、もらって検証して、はい、まあ、これ器具でも取り扱えるかどうかっていうのをいろいろやっていて、うん、普段はもう、ね、僕たちのオフィスの中でいろいろ検証してやってるんですけれども、うん、まあ、今回もなんか公開やりたい、検証会ですね。そうそうそう、公開検証会思ってて、うん、最終的にこれが器具取り扱うとか取り扱わないかっていうのをこの動画で決められる、今日決める、そうですね、あ、いいですね、話が早い、はい、でもう早速このモメンタムグラインダー、うん、どうなんですかね、見たことある人とかいるんですか、ね、うん、結構インスタグラムの広告とかでもちょくちょく出てきてましたよね、うん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 、だからこの視聴者さんでは割とみんな知ってるかもしれないですね、うんうん、まあ、デザイン、ね、今回僕たちももちろん初めて実際見て、うん、実際ボディであったりとかそこの作りっていうのはすごいいいなと思ってるんですけども、うん、このクリエイティブめちゃめちゃかっこいいウェブサイトの作りであったりとか、うん、動画であったりとか、うん、すごいなんかセンスがめちゃくちゃあるっていうイメージがあって、ブランディングすごいしっかりしてるなっていうイメージがあるっていうところと、あとはまあ今回 の特徴の刃が2つついているっていう、うん、そうですね、それが最大の特徴、うん、なので、まあ、すごい面白いなっていうふうに思って、僕たちも2022年8月にキックスターターお金出して音沙汰なく突然来ましたね。そうそうそう、突然来て、はい、だからね、早速ちょっと使ってなんか実際見てみましょうか、どういったグラインダーなのか、はい、実際見ましょう、うん、まあ、商品特徴としては大きく分けて多分3つあると思っていて、一つがさっき言ってたその刃が2つあるっていうところなんですよね。刃が2つあるのってどうなんですか、うん、なんでなんででしょうねって言うといやっていうと、まあ、流度の均一性とかですね。で、一応コンペティションとか見てても、うん、まず粗く引いて、うん、そこから細かく引いてっていうのをブルワーズカップとかでも数年結構やってる人いて、うん、でなんか今言ったようにその流度分布の均一性、うん、であったりとか、まあ、それによってその、まあ、出したいコーヒーの味わいが出るっていうので、結構それでコマンダンテとかでね2回グラインドしてるとですね、はいはい、うん、で例えばそのジェームズ・ホフマンさんであったりとか、うん、まあ、そういった方々も結構この数年いろいろ検証してて、時と場合とコーヒーとかにもよるけれども、まあ、結構いい検証結果になってたっていう背景もあって、うん、じゃあ今回も一つのグラインダーでできるようにしようっていう、そういった背景なのかなっていうふうに思ってます。手間がいらないってことですね、うんうんうん、その1回引いて出してもう1回入れてっていうのがいらないっていうので、うんうん、刃が、ね、2つあるんですよ、見えるかな、この黒っぽいこういう刃ですね、うんうんうん、この刃とこことこっちの内側、ここにも刃がついてちっちゃい方の刃があって、うんうん、基本的な構造としてはここの刃で粗めに削って、下に行った刃で欲しい引き目の流動のサイズのものをここで引き切る、でここにできるっていうような感じのものになってますね、うん、一番ユニークですよね、過去なかった特徴になりますよね、うんうん、そうですね、あと2つのうちの1つが茶譜を取り除くフィルターをつけれるんですよね、英語で何でしたっけ、で茶譜、こんな感じのスクリーンがついてて、うんうん、このスクリーンをこの1個目の刃と2個目の刃の間、うん、ここに入れるんですよね、ここに入れるんですよ、すっごい粗い構造になってて、要は豆は通すけど茶粉はここでキャッチするみたいっていう構造になってるんですよね。それもユニークなんですけど、うん、もう一個商品特徴がこれです、うんうん、シフターですね、ふるいになります。でこれはさっきの茶粉のスクリーンとは全然厚さも全然違って、こんな感じで目の細かいものになってます。で理由はこれで微粉を取るっていう構造になってます。で取り方としてはここ
このエリサの部分、下が開くんですよ、ここが。で、ここ開いて、ここにさっきのスクリーンを入れるんですよ。こんな感じで、閉める。で、これで、まあこれつけてってグラインドして、で、終わったら、この、この、そこをもう一段階外せるんですよ、ここ。これだけ、ここだけ外せるんですよ。で、こいつをってやったら密閉されて、これシャカシャカってして、で、ビフンを下に落とす。結構そのビフン落とすだけじゃなくて、その塊っていうのをなくすために、こうやってこうやってシャカシャカしてる人結構いるから。確かに確かに。これも難しいところで、そのシャカシャカも、何でしょう、何回やるかとかでも結構ビフンどれだけ出るかとかも変わってくるんで、やり込み要素とか、もうこのフィルターだけでも、パーツが多い。そう、パーツが多い。歯2つだけっていう、いうだけでも、すごい。お腹いっぱいあるの。そう、もりもりで。次から次へ足してくるっていう。そう。すごいですよね。フィルターも3つありましたし、めっちゃいっぱい入ってるんですよ、これ。内容物紹介すると、うん、まずこれ、歯の交換とか、多分取り外し清掃はこういうレンチかを使うのと、RDT スプレーですよね、水かけて静電気なくそうシリーズ、これはなんかかっこいいですねこれなんか欲しいのI am not a barista ってなんか、ブランドロゴも、でこっちもブラシですね、ブラシもこれなんかかっこいいですよね、ちょっとね重いんですよ、あーなんかなんか高級感、高級感ありますよね高いペンみたいな、しかもだってハンドルのここもノブ、もうこれ多分メタル系金属系なんですけど、黒色の木製のものもある、こっから見てもって分かんないそうなんですよね、触った感じもそんなめっちゃ変わんないんで、ここもなんか書いてありますね、I'm not a place、 あ、違いますよ、ね、あ、違う、あ、じゃあ Humanity runs on coffee って言うんですか、え、人類はコーヒーでできている、なるほど、敵なやつですかね、なるほど敵なやつ、あ、そう要はここの蓋の部分もこういう別のやつをここ外すだけで取り替えれるのと、ハンドルの長さを変えれるんですよね、ここもちょっと4つ外してこんな感じもできるっていう感じです、箱に中に貼ってるものの説明だけでこんだけ説明が必要、どんだけ説明中の歯とかも結構面白い形状だったりとか、そのやっぱり2段階にする要素があるので、普通のそのコマンダンテとかバリアさんの歯とまたちょっと違ったような歯であったり、違いますね、いろいろ分解したらもうキリがないぐらい、やっぱりいろいろな要素があるっていうような、ほんまにそうです、グラインダーですもんね、でもそれだけやっぱ一つ一つめっちゃこだわってるってことですよね、ちょっと実際入れてみましょうかね、そうですね、そこがやっぱり一番大事だと思うんで、実際弾いてみましょうということで調整まずしていきます、ハンドドリップの時は外側のメモリ下の方は1回転ぐらいで、上も1回転ぐらいするっていうような感じだったんで、それでやってみようと思います、実際そのこの調整とかは どうですか、そのやりやすさっていうのは、いや結構やりやすいですね、まあ、クリック式でいわゆる VS3 みたいな、ノンステップとかではないんですけど、簡単に結構できるのと、ちょっとだけまあ気になるのは今どこにいるか何回転かわからなかったりとかちょっとやっぱしちゃうかなっていうところはありますね、ここなんですけどベルト、これを外側ここを回して、さっき6だったので1回6にするのと、あと上ここですね、ここを、これも時計回りですね、今これ締め切ってる状態なので、ちょっと多分見えないかもしれない、これを回してもう1回0にするって感じですね、もう1回0、これで一応 OK ですね、あ、なんかあれですね、なんか歯が2個ある感じはあんましないです、なるほどですね、歯が2個ある感じをそもそも知らないんですけどいや、ほんまやね、全然なんか感覚的に2回弾いてるって感じ、はい、感じはないですよ、なんかてっきり重くなると思ってたんですけど、2回弾くとそうでもないですね、で、出来上がり見ると、まあ、大体ドリップぐらいの感じです、これチャフのスクリーンも入れたんですよ、どんな感じになってるの、
ちょっと出茶封はされてた出茶封されてたと思いますね。でも確かに実際ここに茶封が確かに大きい茶封、うん、いっぱい出てきましたね。引っかかってるから、これは面白いですよね。面白いですね、うんうんうん、上のこの粗い引き目、うん、あのプリカッティングの調整はちょっといるなと。大きい豆のかけらも残っちゃってるんで、で、あとだからその言ったようにこの出茶封の問題点としては、うん、別に茶封だけじゃないもんね、引っかかるのはね。そういうさこの大きい粒も、うんうん、残る場合が、うん、今は普通に何も考えずにやったらそうなっちゃいましたね。そうそうそう、だからもしかしたら多分この粒の大きさ的には通るようにはなってると思うんですよ、うんうんうん、ちょっと振りながらとかはやらないといけないかなってところですね、うんうんうん、意図してることとちょっとどうしても違うことが起こってしまう、どうしてもちょっと変数はむしろもしかしたら増えてしまうっていう可能性もあるという、その変数多いとするか、まあ、やり込み要素が多いとするかっていうところですね。いろんなことができちゃうっていうところがあるので、多分何もせずにフィルターつけずにとか、うんうん、シフターつけずに普通に使うっていうのも多分全然できるので、そういう使い方普段しててやり込むぞみたいな、今日は2時間あるぞみたいな聞くのに2時間、多分2時間ぐらいかかるじゃないですかね、いろいろやるって、まあ、確かに確かにそういう日にやったりするちょっとしたアミューズメントですねっていう意味ではいいかなって感じですね。そうで、ん、す、うん、僕これ、はい、設定はしてあるんで OK です。ちゃんとこう動きながら、今日はクラスのコロンビア、あえてちょっとチャフ多いやつにしてみました。コマンダンテはナルオの私物になります。大好きなとイーボですね、取り扱ってるイーボ。コマンダンテはクリップスは、ちなみに細かくはやってみた。いや、今回まだエスプレッソはやってないんですよ。気になります、ね、うん、どこまで細かくいけるのかっていうのは。そうそうそう、はい、いいですね。フィルターグラインドではもうすごく落ち的にすごくいい感じですね。ちょっと最後振って、あ、最後振ったら出てきました。すげえ、やっぱ引っかかってるかな。うん、うん、まあフィルター帯だと正直そんな引き心地変わんないかもしれないですね。どうですか。まあコマンダントやっぱ軽いですね。うん、重さっていうのはあるよね、うん、これやっぱどうしても重厚感はありますよね。重さどんぐらいですか。大体ですけど1キロ、1.1 キロ。これ850。うん、600。なるほど。ま、なんてが一番軽いですね。うん。うん、ちなみにこれ外すときこう、こうマグネットなんですけど、こうやってると、粉がなんかくっついてる粉が落ちやすいっていう、いうプチ情報を提供します提供しますってなんだん見た目どう。おお、見た目そんなめっちゃ均一の、まあ、全部割と均一ですね。そうやね、そうやね。茶封は、茶封これ今回ウォッシュドのコーヒーで、あの結構茶封多めなんですよ、うん、で確かに茶封ちょっと少ないですよ。うん、茶封は少ないね、うん、見た目パッとして見た目だけやけど、コマンダンテが一番茶封は多い。本当や、うん、たまたまなのかもしれないけど、うんうんうん、茶封がそのままのサイズで落ちてきてる感じします、うんうんうん、じゃあちょっと入れてきますね。よろしくお願いしますできました、できました2回言ってました、はい、
ぶっちゃけるスピードどうでした？スピードはコマンダンテがまあ一番速かったですね、1分44.5ぐらいで、イーボが2分手前ぐらいですね。でモメンタムが2分7なんで、まあ、ちょっとモメンタムが遅い、ちょっと多分もうちょっと調整の仕様があるのかな、ね、うん、でその2段階でやる時の結構難しさ、一般的なグラインダーよりも多分流度分布が均一になることによって、うん、より遅くなる傾向にあるのかなっていう僕は仮説。2段階した方が遅くなる、2段階した方が細かいのが集まってるから、だから多分普段よりももうちょっと荒くやるとか、そうすることによってちょっと変わるのかもしれないけれども、もうちょっとそこはね検証が必要ですよね。考え方からちょっと変えた方がいいのかもしれないですね。本当に本当に見た目であんま考えない方がいいのかなとかは思います。実際に入れて比較というか確認した方が良さそうって感じですね。この状態ちょっと飲んでみましょうか、はい、うん、でもまあなんか想像通り好み言います？好み今の状態の中で言うとコマンダンテ一緒ですこれは今回一緒っすね、うんうんうん、まあでもなんか想像通りやったっていうか、これ特にこれに関しては確かに濃いっすよね。濃いですしっかり出てますね。しっかり出てるって感じですよね、うん、エプレンのブリューのレシピって早いんですけど、すぐ注ぎ終わりが早いんですけど、とはいえ2分って感じの味でもなくて、なんかすごいボディ感もあって、うんうん、ある意味ちょっと出過ぎかもぐらい、うんうん、あの味が出てるような印象ですね、うん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 、調整しないって感じ。コマなんてはバランスいいです ね、 ですね、甘いですね。そう、甘みがしっかり出てる、うんうんうん、本当にスペシャルって野菜で好きな人ですよ。すっきり感はあるけれども、うん、フレーバーもパンと前に出るっていう、うん、そこはやっぱり普通に美味しいなっていう、うん、バリアは本当になんかそれこそちょっと中間とぐらいの感じ、うん、そうですね、うんうん、ジューシーなその酸味の質みたいなのはしっかりあるんで、それが好きな、めっちゃ好きな人もいればちょっとやっぱね酸味苦手やみたいな人もいると思うけれども、うん、そこは結構はっきりと輪郭が出てるっていう、うん、感じはする。確かにいいですね、柑橘の酸味しっかり出せるんで、うん、ギュッとジューシーな感じっていうのは好みだったらいい棒かな、うん、甘みとか丸さみたいな飲みやすさみたいなのはすごいコマンダンテはダントツ。モメンタムはもう考え方から変えてレシピを作らないといけない気がするっていう感じですね。実際入れて確認すると結構違う、結構違いました、うんうん、間違いない。OK です。はい、っていうことで、はい、っていうことで、はい、これもう事前協議も本当に全くしてないから、してないんですよね、うん、これどうするどうする、取り扱う取り扱わない、まあ、難しいですね。奈良君的には、うん、まあ、ここは、ね、結構いいポイントをめっちゃ喋ってきたと思うんですけど、あの結論一旦取り扱わないかなと思いますね、うん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 、理由が、はい、あの言ってなかったですけど高いんですよね、シンプルに。それはあるね、うんうん、確か500ドル、うんうん、とかなんで、多分日本で販売ってなったら8万円から9万円ぐらいになるっていう感じなんで、ハンドグラインダーでその価格で、で例えばこれ同じことをコマンダンテでやろうとすると、シフターを別で用意してチャフコレクターを別で用意してってやって、案外それぐらいの値段いくのかもしれないんですけど、それは2時間ある日だと思っていてであればなんか僕らの商品ってもちろんそういう、こうワクワクするものっていうのもあるんですけど、まあ、普段使いもしてほしいなっていう思いもあるので、日常のデイリーライフに取り入れるには結構勇気いる商品だよなとは思ってます。どう、じゃあやめましょう。じゃあやめましょう始まってもない話なんですけどね、あの普通にメーカーさんと喋ってるわけでも何でもないですし、これマジで案件でも何でもないので、はい、じゃあやめということで、まあでも、うん、同じですね、僕も、うん、あえてなんかその僕たちが間に入る
必要性もないのかなって、まあ、あの、うん、僕たち間入らせていただくのってやっぱそういうサポート面だったりとか、うん、もうちょっと僕自身がこの子に慣れてきて使いこなせるようになったら、ね、初めて買った人がすぐに使いこなせるみたいな紹介ができるんであれば、うん、あの全然いいなと思ってますね、うんうんうん、今自分は結構難易度が高い気がするなっていう感じです、うんうん、刺さる人も面白いなって思う人もいると思うし、うん、結構ポテンシャルというか新しい試みじゃないですか、うん、新しい形でのグラインドに挑戦したいやってみたいっていう方にはすごくいいのかなっていうふうには思うから、うん、直接買うのでも全然いいのかなって、うん、あとはだからあの、まあ、アイエムノッタバリスタさん自体がどういったようなこれから、うんこういったものもやっていきますみたいなそこの情報とかもないし、うんまあ、今更なんですけど、うんもともと僕の知る限りではいろいろなそのバリスタの人たちにフォーカスしよう、うん、バリスタの人たちに対してスポットライトを当てていろいろコンテンツブログとか、うん、そういうなんかリストバンドみたいな、ね、シャツとか、うん、いろんなマーチ、うんマーチャンダイス商品とかを販売してでそれを、まあ、非営利団体として、うん、なんかそういう売り上げをバリスタの人たちになんか還元するみたいな、うん、そういうところもやられてて、まあ、アメリカではちょっとファンはいる、うん、ブランドっていう認識をしていてこれが初めてのプロダクトその団体として初めてのプロダクト、うんうん、これからどうなっていくのかちょっと見えてないってところもあるからそういうなんか商品だけじゃなくて僕は結構そのもうちょっとビジネス寄りの考え方で決めたりとかするけどそっちもちょっとあんまり見えてないんでちょっと一緒にやるかどうかっていうのはまたで展示会とかでも出てないじゃないですか見たないと思いますね、うん、ちょっとどういう人たちなんだろうっていうのが僕は気になる、うんインスタグラムとかのコンテンツめちゃくちゃ面白いんですけどね、うんうん、確かにどういう組織なのかをあんま周りの人も僕も知らないですね、うん、まあじゃあ結論一旦は保留ということで取り扱わないということで勝手に、はい、ただここで YouTube で100コメントくらい取り扱ってくださいっていうのがあればって言われたらちょっときっと、うん、できるかもしれないっていうところですね買うんだなっていう、はい、そう本当に買うんだなそうそうそうあなたっていうのを聞きますなので、うん、一旦はモメンタムグラインダーこういった形でレビューさせていただきましたと、うん、今後もね他もいろいろ僕たちサンプルあったりとか話してる人たちいるのでせっかくなんでこの YouTube で皆さんと一緒に共有して一緒に決めていければいいなっていうふうに思ってるので、うん、ぜひ今後ともチャンネル登録よろしくお願いします、はい、いいねとチャンネル、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。じゃあ、まあ、次回までありがとうございました、はい、ありがとうございました。